メンフィス国際空港はアメリカ合衆国テネシー州シェルビー郡メンフィスの中心地区から3マイル南にある国際空港である。所有と運営はメンフィスシェルビー郡空港局が行っている。当空港はデルタ航空のハブであると同時に1973年よりフェデックスの本拠地で同社のハブでもある。メンフィス国際空港は フェデックスの取扱い貨物のかなりの割合を処理する世界的なスーパーハブ空港でフェデックスにとどまらず、ユナイテッドパーセルサービスの3番目に大きな物流基地もあり、1993年からは世界最大級の貨物取扱い量を記録し、近年では世界最大の航空貨物取扱空港となっている。フェデックスのメンフィスからの直行便の就航先は、 米国本土内の都市やアンカレッジ、ホノルル、カナダやカリブ、メキシコの多くの都市が含まれている。大陸間では、パリやロンドン、フランクフルトアムマイン、サンパウロ、東京、大阪と結ばれている。旧ノースウエスト航空は、メンフィス国際空港を3番目に、旅客数が多いハブ空港として利用しており、米国内をはじめ毎日アムステルダムの、 アムステルダムスキポール空港への直行国際線も就航させている。KLM オランダ航空が就航する1995年までは旅客のノンストップ国際直行便は就航していなかった。現在は KLM は就航していない。ターミナル A、B、c 発着 C ポート航空専用ターミナル、貨物ターミナル。ありがとうございます。